し買ったばっかりしたなった。どうも、FS のリーダーです。岩です。北村です。カイス。ガチヤマです。というわけで、まずメインフェイズのチャンネル登録者数1万人突破、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当にね、突然の出来事で、ええ、びっくりした。びっくりしました。びっくりですよ。急にこうなってしまって、僕たちもね、まだ心の整理というか実感がないんですけれども、まあその1万人突破を記念してなんかね、やろうということで、はい、質問コーナーをやろうね。はい、さーっとのあれ、最近冷たくないですか？意外と最近にやっちゃってるんですけれども、はい、まあいいんじゃないですか、記念でね。うん、まあ、新しく見てくれた人も多いのでね、はい、なんかね、もうちょい知ってもらおうということで。そう、知ってほしい。いきます。ありがとうございます。あ、イエーイ。行きましょう。というわけで、早速やっていきましょう。タイム。噛んで、あ、噛んで。うん、何が？乾電池。普通に答えていく感じで、今回は、はい、質問コーナーはね、まあいつもふざけてないと思うんですけれども、とりあえず何、膝頭、膝頭から始めよう、今日。うん、そうね、うん、そうしよう。お前、頭よ。ははは、エンプティーすぎるぜ、お前の頭。サーチライト、サーチライト。ティーン。じゃあ、いきますよ。一発目からちょっと言っちゃっていいですか？なんですか？はい、どうぞ。好きな人はいますか？おっつ。あ、一番好きなジャンルだ。おっつ、カエデだな、それは。え、カエデ？ん？え？カエデちゃん好きなの？違うんだけど。僕はいます。あ、俺もいます。うん、いませんに。あ、いません。いません。いません。は？つまんな。好きな人できたら困るんだよ。もう、マンゴリ。みかんは？みかん。ああ、言ってない。あ、大学生時代に好きだったみかんちゃん。みかんちゃん、まだ好きなのかな。まだ好きなの。いや、別に。何があるか分からない。もしかしたら見てる可能性がある。あ、気持ちを伝えてこ、いいかもしれない。それ、ずっと好きでした。あの、今回ね、恋愛系多く抜粋したの。あ、いいね。異性の好きなパーツは？と。パーツ？いや、なんだろうな。あ、決まったわ。お、いいよ。俺、口。あー、口だ。口もいいけど、口2票だ。指。あー、指もいい。綺麗な指好き、俺。あー、指いいね。ガチャマは？胸毛。失礼で笑う。ごめん。失礼そうじゃん。いや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 。失礼。いやいや、胸毛好きだろよ。裸でハグした時にさ、ここにさ、そわそわするあの感じがいいんだろ。え、ディズニー行ったらやりたいことありますか？と。食べたいものとか乗りたいもの。 僕たち夢というかさ、直近のやりたいことでさ、5人でディズニー行くっていうのがあったじゃん。何する？ディズニーで行ったら、撮影も含めてさ。意外とアトラクション乗るっていう楽しみより、もう大人になりすぎて全部の店のメニューをほんと食べたり飲んだりして。俺もそうだよ。っていうのがやっぱ、そうね。でも最近撮影でディズニー行くこと多かったけど、もうずっと基本そういう楽しみ方なんで、それでも全然楽しめる。普通に俺はこのメンバー男5人で、あの、耳つけてただ楽しむ動画を撮りて。あーね、キャップね。あれ、美味しい。どうしてん、どうしてんの。でけ、でっか、でかすぎる。でかすぎる。おお、女の子に作ってもらいたい食べ物。なんだろうな。彼女と例えましょうか、じゃあ。なるほど。北京ダック。ミートボール。やばい、そうだ、自信満々に言わない。ミートボール。あ、一からこねるとこさ、いいんじゃない。好きなのね。揚げ物がいいかな。唐揚げとかコロッケとか。誰でも作れるやつね。もうやめろ。あ、経験ないから。そうそうそう、あんま出てこないんで。やっぱ、なるほど。なるほど。てめえが一番理解できねえだろ。あ、わかった。ダメだろ。今コンプラ入りました。作ってもらうじゃなくてね、栽培してもらう。じゃあシーザーサラダにしとくわ。あ、いい質問来ました。はい、好きな天気教えてください。ああ、右右。いろいろあったね。あのね、腰回りとか。あ、能天気、能天気、能天気好き。俺能天気好き。しつこかった。しつこい、しつこい、しつこい。俺エアコンのフィルター。おお、あ、いわ、いわ。天気って快晴とかでしょ。晴れが好きってことね。はい、次行くわ。菜の花、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 菜の花栽培、菜の花栽培、菜の花ガッツンコチケラ。昨日女の子と遊んだんだっけ。いや、遊んでないよ。特に彼女しかいません。
憧れてる人は芸能人でも YouTuber でも何でも。あーあーいいね。宇多田ヒカル。あーなんで？すごいかっこいい。俺阿部サダヲと阿部寛。阿部方。阿部になんか。あと阿部晋三。阿部好きだね。阿部晋之助。ああ阿部。重野五郎。違う。急になんか。畑陽君。あ、だよくね、ちょっと唇分厚いしね。あ、なんだろう、俺は総じてお笑い芸人の人は憧れてるかな。みんな全員、まあ、全員とは言わないけど、じゃあお笑い芸人の中でなんか、うん、まあ好きなのジャルジャルとかさ。あ、ジョルジョル、ジョルジョルね。ジョリジョリ、ジョリジョリ、ガチャマは俺キャビアテンダント。違う違う、肌の色だけだろ。初めての彼女は何歳。ああ、あの中学校のとか入れる入れない、どうする、真剣に付き合ったのがやつする。あー、そっちね。真剣じゃないって言ったら失礼だけど、なんて言うんだろう、ただの両思いとかじゃないやつね。なるほどね。小学生とかにあるよ。うん、僕二十歳ですわ、じゃあ。お、マジで。それで言ったら、それで言ったら、 その理論で言ったら、俺多分6歳とか。あー、6歳か。まあ人それぞれだしね。向こうが42とかだったんだよね。あー、結構年上さ。いいね。北村は66。今いくつやじゃあ、今は俺だ、16歳。おぉ、混ぜてんのよ。おい何混ぜてんだよ。小6の平泳ぎ。あ、平泳ぎしてんだ。あれ、あ、違う何も言ってないけど。違う何あってあるよ、俺だって一応さ。何歳？江ノ島とか行ったりさ。え、ガチ？うん、立川行ったりさ。え、ガチの話？立川？え、な、今一番欲しいものは。運動機。運動機か。あ、あれ延長コード。ああ。欲しいね。身近なもの。サコッシュ。サコッシュ。俺クロスバイク。今何？今何？クロスバイク。違う。何が欲しい？言って。クロスバイク以外で。好きな自転車の種類は聞いてない。会話できない。やばい。お前だよ。お前。ごめんごめん。ちょっと流れ悪いよ。ガチャマ何欲しい？高速道路。というわけで皆さん、たくさんの質問ありがとうございました。ありがとうございました。そしてね、1万人突破もありがとうございましたということで、ありがとうございます。これからも僕たちはね、後ろに走り続けるので、前よろしくしましょう。です、です。というわけで、この動画少しでもいいなと思ったら、高評価、コメント、ツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。カトス。それではまた次回の動画でお会いしましょう。はい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 、でした。